テレビを見ながらでもできる簡単ストレッチです。両膝を伸ばして座り、体を前に倒してみましょう。太ももの裏側に伸びを感じます。余裕があれば足首を手前に引き寄せ、膝の裏やふくらはぎ、アキレス腱のあたりまで伸びを感じてみましょう。足の裏を合わせて座り、上体を前に倒します。ももの内側や股関節周辺に伸びを感じましょう。呼吸を止めないで、ゆったりと呼吸をしながら行います。両膝を曲げ、体を真上に引き伸ばします。そこから体を横に倒していき、体側に伸びを感じてみましょう。お尻が床から離れないよう、しっかりとお尻を床に押し付けます。それでは反対です。膝が痛くない角度を見つけて曲げ、一度姿勢を上に伸ばし、そこから体側に伸びを感じる程度体を倒していきます。横向きに寝て、上の方の足を体の後ろで掴んでみましょう。股関節を前に押し出すようにして、太ももの前に伸びを感じます。反対も同じように行っていきます。後ろ手で足首をつかみ、足の付け根を前に押し出していきます。この時腰が反らないように、腹部にしっかりと力を入れて行いましょう。今度は肩のストレッチです。上の方側の手を気持ちよく回してみましょう。反対にも回していきます。肩に痛みがある方は肘を曲げて行っても構いません。反対も同じように行っていきます。指先が遠くを通るように腕を回し、胸、肩、背中をほぐします。できるだけゆっくりと回し、肩のこりがほぐれていくのを感じてみてください。1日何度でも行って体を活性化させましょう。